低品質のファイバースコープで見たアンティーク時計の内部。一つ一つのファイバーにはある色が通っているだけなので、個々のファイバーを識別できることに注意。ファイバースコープとは柔軟性のある光ファイバーを束にして、その一端にレンズを、もう一端にアイピースを取り付けたものである。先端から取り入れた画像を管を通して、反対側から手に入れることができる。 不透明な物体の内部を見る際にわずかな隙間がある場合、その隙間からこれを挿入すると内部の様子を見ることができる。また、柔軟性を持っているため、見る対象の内部が曲がっていてもそれに沿って入れることができる。レンズには広角レンズが使われていることが多く、アイピースの代わりにカメラが接続されることもある。外部から同行して、 目標物を証明するための光ファイバーを持ち、より鮮明な視野を得られるファイバースコープもある。現代のライトビジョンと同様に、どのファイバースコープでも、ある程度は映像に歪みを生じる。1990年代には、光ファイバーの束で映像を投影するファイバースコープから、超小型撮像素子をスコープ先端に配置したビデオスコープに、世代交代が進んでいる。 一般的にビデオスコープの解像度はファイバースコープの10倍以上と言われ、より精細な検査ができるようになった。ビデオスコープは映像をケーブルで伝送するため、ファイバースコープでは実現できなかった10メートルを超える長さが可能になり、使用用途が大きく広がっている。また、2005年頃からランプを使った光源の代わりに、高輝度 LED 照明をスコープ先端に配置することで、 低消費電力バッテリー駆動、画像記録機能付き小型化、挿入部の耐久性向上が実現している。機械分野では、目的の部分に簡単には、アクセスできないほど高密度に実装されている。装置の内部を点検するために使われている。医療用内視鏡、災害救助用、スコープ、機械加工、コンピュータの修理、スパイ活動、乗前業、金庫破り、 コンピュータフォレンジックなど、ファイバースコープは幅広い分野で使われている。ありがとうございます。